はい、お元気様です。久留米市手術の平です。本日はですね、一つ、テクニックとしてですね、これはもう今の高校生とかにも限らずなんですけれども、大学生とか、いろいろですね、それで、保護者の方々もう全員ですね、これから起きること、に備えて、やっておいた方がいいというようなことを お勧めしておきたいと思います。はい、ということでですね、とりあえず分かりやすい例を一つ出しますと、これからですね、例えばその高校生とか中学生とか、当身衛生予備校とかに入ると思うんですね。はい。何らかの塾や予備校に入ると思いますが、その時に、今時のその高校生とかは、年間一括の授業料になってるんですよ。で、例えば当身とかで100万とか払わないといけないとか、であるいはその、当身じゃないんだけれども、200万ぐらい払ってたりするような、高校生とかいるわけですよね。はい、で100万、200万とか払うときにどうしてるかっていうと、もちろんそれ年間一括でそのポンと現金で払ってるような家庭はほとんどなくて、私も当身の校舎長でですね、働いていたから分かるんですけど、教育ローン組むわけですよ。教育ローン組んで、教育ローンでそこから100万とか借りて、でそれをこうポンと一括で、当身に払うとか、あるいは当身以外のそういった塾予備校ですねに払ってるパターンが多いんですよ。なので、うちなんかではもうそういうのはいかんということで、月謝にしてるんですけどですね、いつ辞めてもいいように、もちろんそのクーリングオフとかがありますからいつでも辞めれるっていうのはあるんですけど、結局辞めれなくなるんですよ。クーリングオフさせてくれません。大体塾や予備校はですね、いろいろ引き止め工作とかをやったりするんで、100万払ったらもうおしまいみたいな感じになっちゃうんですけどね、それはちょっとどうこう言うつもりはないです。はい、で例えばそうやってお金をローンを組んでですね、借金をして、で投資とかに入会するとかいうふうな、それは基本のパターンだと思うんですけども、そうなった時にですね、例えば交通事故を起こしたとか、あるいはその白血病とかに突然なって入院しなくちゃいけなくなったとかですね、何らかの手術を受けなくちゃいけなくなったとかいう時に、また100万とか必要になるとかいう時にですね、もうお金がないっていうようなことになったりすると思うんですね。でそうなった時に、これからの日本人っていうのはですね、これからの日本というのはもう間もなくというか、もうすでに、リーマンショック状態になってるんですよね、今の日本は。はい、リーマンショック状態で一体どういう状態かっていうと、アメリカのリーマンショックの時にアメリカ人たちはみんな貯金がないという状態で、もうニッチもサッチもいかなくなったっていう状況なんですね。それと同じように今の日本人というのは、そのリーマンショックの時のアメリカ人と全く一緒で、全く貯金ができていない状態なんですよ、今の日本人はですね。はい、なんでかっていうと、日本のバブル崩壊やあるいは最近のリーマンショックなので、日本人はずっと貯金を切り崩しながらなんとかこうデフレ経済でしのいできたわけですね。ところがもう完全に貯金が今なくなってしまったんですよ。で完全に貯金がなくなってしまったっていうところで、とどめのコロナショックっていうのが今から始まるわけですね。そうするともうみんな万歳になっちゃうわけですよ。そうなるとアメリカのリーマンショックの時みたいに、なんだ日本人は貯金してないじゃないかと、ふざけるなというような感じでボロクソにやられてしまうということで、じゃあどうすればいいのか、どうすればいいのかっていうと、このですね、一番の救いの解決法としては、ローンカードですね。ローンカード、キャッシュカードを作っておくということです。はい、それがこれから命をつないでいくための術になりますよということをですね、前もってお伝えしておきます。で私もですね、会社経営をやるようになって、突然ですね、100万いるとかいうような感じでポンと、起きたりするわけですね。でどうしたらいいんだということで、で銀行とかにこう融資を申し込みに行ったりするわけですよ。ところが間に合わないわけですね。例えば今回ですね、久留米市から、60万円の補助金を申請してるんですけどですね、それでエアコンをつけるっていうような形でやるわけですけども、それは3分の2を、3分の2を配当しますよっていう、補助しますよっていうやつなので、実際には90万円規模のエアコンを設置してですね、でその90万円を
のうちの3分の2の60万円を補助してもらうっていう形を取ってるわけですよ。そうする形で換気を良くして、コロナ対策をやるという形にするわけですね。ところがその時に要するに90万円をポンと1回払わないといけないんですね。払った上でその上で60万円を払いましたねっていうことで60万円を久留米市が補助してくれるんですよ。でしかも 10% の消費税がいりますから90万円分のエアコン設置をですねやった場合に99万円になるわけですね。9万円の消費税つきますから、だから99万円必要ということで、私はそのコロナ融資というのがあるんですよ。 0% の利率で借りれるやつがあるんで100万円を申請して、でコロナ融資で100万円借りて、それで今回のエアコン設置を99万円をそれでポンとやるというような、ちゃんとそういうふうに手順を追ってやれたらそれはいいんですよね。でもそうならないことって結構多いんですよ。だから突然100万円が必要だっていうことがあるので、私はローンカードを作ることにしたわけですね。どうしたらいいんですかって感じで、ね、経営者仲間にこういろいろアドバイスを聞いてみたら、あ、カード作ればいいよっていうことでですね言われたので、あ、でカードを作ったわけです。だからですね、その時に今回何が言いたいのかっていうと、この投資とかにこれから100万とかですね借金をして、それで、入会する家庭がいっぱいあると思うんですよ。全国ですね、ものすごい数あると思いますが、その時にですね100万円の借金とかをした状態で、じゃあ今からカード作りますよとかいうふうになると、これはですねさっきは利率が 0% というようなことを言いましたけれども、ものすごく高い利率でカードを作らされることになります。はい、ということで私もですね借金を会社を経営していく上での融資を受けている段階でカードを作りましたので、カードっていうのはだいたい 3. 何パーセントから10何点何パーセントっていうような感じになっているわけですよ。だから私の場合はやっぱちょこっと融資を受けてですね借金をした上で、会社を経営しているような段階でしたので、カードを作ったら 5% っていうのがつきました。だから 3% 台じゃなかったわけですよ、うん、なので、いやそんな 3% と 5% 大したことないじゃんっていう思うかもしれませんが、何十万円と違ってきます。はい、だからですね 3% 台だったら 100万円借りて130万円ぐらい返せば済むようなところが、5% とかがついてしまうと100万円借りたらですね150万円とか、ね、180万円とか返さなくちゃならないんですよ。って思うかもしれませんが、それはもう複利計算ってやつなので、普通にですね 5% だからそんなの105万でいいんじゃないんですかじゃないんですよ。3% だったら103万円返せばいいんじゃないんですかじゃないんですよ。複利計算なので30万とか50万とか上乗せで返さないといけなくなりますのでですね、はい、そこ気をつけないといけないんですよ。ものすごく大きく違いますので、はい、100万円の借金を投信とかでやった後にカードを慌てて作ったらもうダメですよっていうことです。だからこれからですね、もうすぐ投信が多分11月ぐらいにその入会年間100万円払ってくださいみたいなことを投信がやると思います。ね、ローン組んでくださいとかいう感じのことを投資がやりだすと思うんですが、そうなる前にカードを作ってみてくださいねとね、カードを作っておけばいざという時にですね、そうやって100万円ぐらいパッとカードで借りることができますから、交通事故を起こしちゃったとかですね、入院して手術が必要だとか100万円必要だっていうようなことでですねなってしまうと、そういう時に、お金が必要になった時にですね、突然そのアメリカ人のリーマンショックの時のアメリカ人みたいに、ああもう生活保護だみたいな感じですね、もう資金ショートしちゃったみたいな感じですね、はい、もうお金が払えない万歳というような感じでですね、自己破産してしまうとかいうような人たちがこれからボロボロ出てくると思うんですよ。だから自己破産しなくていいようにするためにはカードを作っとった方がいいですよと。でそういう時にいざという時にですね、自分の、まあ、自己破産しなくていいようにパッとですねお金を準備できるという形を取っておいた方がいいと。でその時にまあ、100万円とかカードで借りてくるときにですね、利率が 3% とか利率が 5% とかですね、あるいはもう下手をすると皆さんの場合利率が10何%とかになったりしてですね、100万円借りたら300万円返さなくちゃいけないとかになったりしますからね、借金をできる限りしていない段階でカードは作っとったがいいですよと。後になってカード作ったらもう手遅れですよということをお伝えしておきたいなと思います。はい、ということで間もなくこれからですね、皆さんは100万円200万円を借金して教育ローンを組んで、
東進とかに入会すると思いますけれども、それはもうそれで私は止めません。特にもうどうぞご自由にと、ね、できる限りうちのようなですね月謝制にしていつでも辞めれるというようなところに入った方がいいと思うんですけどですね、まあ、どうしてもそのローンを組みたいと借金をしたいという人たちが圧倒的多数ですので、どうぞお好きなようにしてください。まあ、それはいいんですけれども、そうなった際にですね、アメリカのリーマンショックみたいに皆さん自己破産してしまうというのはどういうことかっていうと、ローンカードとかですね、カードを作ってない状態のままこういうふうな借金までしてしまうと、もう大変な状態になってしまうという状態にするとですね、いざという時にもう回らなくなりますから、ちゃんとですねカードは作っておきましょう。こういうな、そんなね、クレジットカードなんて、そんな危ないものには手を出さないというふうに、ほとんどの人がそう思ってると思いますが、いざというときに、これは本当に助かります。会社経営やってみてよく分かりました。私のように会社経営やってお金がたくさんいるような人間でもですね、たった100万円くらいのローンカードしか持ってないんですよ。それで、いざというときにですね、あちゃっていうようなときにですね、ちょっと90万借りてこようみたいな感じですね、100万借りてこようみたいな感じでですね、それでも 5% だからまだいいんですよ。うん、だからこれがですね、やっぱりだんだん借金が増えてくるとですね、10% だとか 13% だとか、そんな利率になってですね、100万借りたらもう300万返さんといかん、400万返さんといかんというようなことになってきたりしますからですね、まあ、そこまでひどくはないと思いますがね。はい、ということで、そこら辺の仕組みをですね、ちょっと今日は説明いたしました。はい、ということで、まあ、塾とか予備校にこれからですね、借金をして入会されるだろう皆さんにですね、とアドバイスということですね、はい、100万円とかを借金する前にですね、やっておいてくださいねと。やっておくべきことはカードを作っておくということですと、ね、利率が少ないうちのカードを、低いうちのカードをですね、借金をしていない人は本当に低い利率でですね、借りれますから、カードが作れますから、はい、ということです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録をお願いします。下の方に私のブログ、歌やシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。